行け僕のエイコーズタタ必殺エイコーズスリーフリーズ僕の身を守れアクトスリーやった君には何を言っても通じないんだね練習だぜコイチスタンドの戦い方ってやつのよよよろしくお願いします 仗助くん。ワンピー。前よりネコーズをうまく動かせるようになった気がするぞ。じゃあ行くよ、奥安くん。おめえの音を削ったらどうなんのかな。試してみっか。ワンピウィンバカだな奥安くん。実に。実に気に入ったよ。君の性格。読者からもきっと好かれると思うよ。 あなたのスタンドで攻撃するのを直ちにやめてくださいサムナイト 2P! 早く僕にかけたスタンドを解いてくださいヘブンズドアの訓練に付き合ってくれよな。決めたねまいったなもうわがままだなぁ 1P! ウィンこれから学習塾に行かなきゃいけないんです。僕がこんなに嫌がっているのがわかんないのかい 私のことを愛するようになるまで、この家を出さないわ。絶対に愛させてみせる。わんぴーを言ったってわかんないんだよね。君はこれから私があなたを教育して立派な男にしてあげるわ。そのために連れに来たのよ。も,もしこのまま彼女にあっさり捕まったら何をされるだろう。大げさだな。ゆかこさんだな。 観察しろというのは、見るんじゃなくて見ることだ。聞くんじゃなく聞くことだ。張太郎さん、僕のこと軽く見てるのかな？やっぱり張太郎さん、僕のことを軽く見ている。僕だって成長してるんだ。いや、待ってたぜ。お父さん、アキラ、何しに来た？ いつの間に出所したんだろうボタンのついた上着は置いてきたよ後で取りに行く君を始末してからね僕の目の前にいるこの男がこいつの方から現れやがったワンピーウィンちゃんとシゲチー君の敵を取ったぞ追い詰めたぞキラヨシカゲこれは夢だ この私が追い詰められてしまうなんて。ズりを償うんだ。殺人鬼。それはスタンド犬のスタンド使いがいるっていうのかい。あっち行けよ。散歩の邪魔するなら怪我するぜ。トゥーピー,ウィール驚いたな。ポリスも突然スタンドに目覚める。なんてこともあるのかな？成長するスタンド。 僕のエコーズとと同じってことか相手が誰であろうとももう迷っちゃいない勝つのは僕のほうだすごい覚悟だったでもその眼差しは冷徹に人を殺してしまいそうな目だ僕がいるえどうなってるのこれだ誰か敵スタンドの仕業だ僕が勝ったけど。 これで良かったのか喜んでいいものか僕のもう一人だなんてどういうスタンド攻撃なんだろうなぜ僕がビクビク後悔して「お願い神様助けて」って感じに逃げ回らなくちゃならないんだ僕がこんなに嫌がっているのが分かんないのかいこんな目にあったんだよ僕は嫌いだって言ってるんだよ君にすでにさ脅しじゃないぞ 言っただろ甘く見るなって本当に攻撃するぞよしそれじゃあ明日までにきっちり50万持ってこいもう我慢できないムカついてきた何で僕が怯えたり後悔したりしなくちゃならないんだ怯えて逃げ回るのは貴様の方だふざけてんじゃないよこいつやってやるぞ卑怯だぞ 別に逃げてもいいよしつこいね冗談じゃないぞ君はもう僕のエコースの能力に勝つことはできないどうしてここから無事で帰れるのなら下痢腹抱えて公衆トイレ探している方がずっと幸せって願わなくちゃならないんだすごいぞ僕の悪とすぎ泣いて謝るまでその音は取ってやんないぞもうここまで来ると褒めるしかないね 冗談、ほんの冗談だって <laughs> あんたは大したやつじゃないのさやったーい学校で習った松尾芭蕉のメイクにこんなのがあった静かさや岩にしみいるセミの声恐ろしかったよ安心したうれしい守ることなら終わりましたご命令通りです すでに完了しています。スリー、フリーズ。スリーとフリーがかけてありますね。だから、どうだこうだ言うわけではないんですがね。あなたが5メートル以上離れると、こいつの重さは消えて、あえぐのもやめて、がぜん元気発落、発情したみたいに向かってきます。もっとこいつを重くできますが、どうしますか でもそこなんだなお前の弱点はそこにあるお前はバカ丸出しだあの世でお前が来るのを楽しみに待っててやるぞ何を言ったって分かんないんだよね君は本当に後悔した僕は丈太郎さんを人生の教師と思うべきだったのだ厳しい教師と理解すべきだったのだ待てよ 丈太郎さんの言う通りよく観察するとこいつ弱点があるぞ気がつかなかった弱点がこれでこいつは僕を見失った僕兵所恐怖症だから息ができないって気持ち分かるなわ分かりましたとてもショックを受けましたけどでも何とかしなくては何とか僕の町が危ないということは 両親や姉や親しい人が恐ろしい目に遭うということなんだ。調べて何とかしなくっちゃ。もしこんなとこ誰かに見られたら僕ら大問題になるよ。これならどうだ僕を甘く見ないでほしいんだ。手加減しませんよもっと時間を稼がなきゃ大嫌いだもう僕を捕らえることはできないよ。行け僕の栄光ーズ 必殺エコーズスリーフリーズやめろー許さないぞ尻尾文字を喰らえ近づかない方がいいよ爆発音の感覚それ食らわせろアクトスリードワーえー し静かさや岩にしみいるセミの声吹っ飛ばす文字に触ってるんだよ必殺エコスリーフリーズ SHIT 重さが消えます